さって5月15日は J リーグの日、さまざまな歴史を積み上げてきました。その中で今日のこの1試合も新しい歴史を紡ぐ、そんな90分間になるかもしれません。すぐさまプレッシャーをかけていきましたが、まずは前線、さあ抜けてきました、ボックス内、左足のシュート、前川大也よく止めました。誰を狙ってくるか、初瀬から外、もうゴールキーパー正面、セカンドボール、さあまたここは大迫を触って、さあゆるき、ゆるき中に入れた、武藤触る、こぼれ球、佐々木大樹、最後フィニッシュ、左足アウトサイドでパスを出した、佐々木大樹走る、3人に囲まれますがどうするか、周りを見て大迫に優也につけた、大迫優也から武藤義則、武藤からのパス、最後フィニッシュ決まりました、ヴィッセル神戸、なんとカウンター、最後仕上げました山口蛍、またもよく走りました山口蛍、神戸先制1対0です。スピードはありますね、はい、まあ、佐々木大樹選手がねまずオーバーラップして、はい、触ってゴールに入ってしまったと思いますよね。そうですね、はい、カバーに入ってというところですね、結果的に、はい、でまあ、触らなかったとして も、もう足は振っているの で、 そうです、ね、いや、このボールも斜めに前に出てきているので、はいはい、中野、途中から入った中野、クロスを入れてきました、東落とす、ドーグラスビエイラ、ここはよく止めた、ここはよく止めた、エゼキエウ、エゼキエウ上げる、前川パンチング、武藤、左ゆるき、右佐々木大樹、佐々木大樹パス、ゆるき高野ワントラップ、また中に入ってくる、ゆるき高野、これは惜しくもポストの横、あ、取った、武藤前向いた、お、山口へのパス、山口蛍浮かせた、ここはよく守りました大迫圭介、武藤、大迫が耐える、お、抜けてきた、武藤が来た、ジェアン・パトリックもいる、武藤はどこを使うか、武藤、武藤、ここで折り返す、切り返して、武藤が狙った、武藤義則、今シーズン4ゴール目、後半アディショナルタイムで勝利を近づける大きな大きな追加点です、ヴィッセル神戸、これで2対0、走って、走って、走って、最後、しっかりと得点に結びつけました、武藤義則です。まあ、ここまず最初ヘディングでまたキープ、はい、大迫選手、はい、キープから、ね、いい形でサンフレッチェもね枚数を整えながら守備してたんですよね、シュート技術ですよね、はい、ついてましたよね、はい、ここのプレッシャーで切り返して逆を突くようなループシュートですよね、はい、得点も認められました、2対0、ここで試合終了の笛、ヴィッセル神戸リーグ戦連勝で首位キープ、ホーム戦はこれで湘南、横浜 FC に続いて3連勝。